はい、この杉並と三鷹の境にある場所、ここに、どんどん橋というね橋がございます。こちらどんどん橋という橋です。ここ、ね、書いてますけどもどんどん橋。ここどういう場所かと言いますと、まあ、多摩川上水のにかかる橋ですね。こういう感じの場所で、まあね、今でこそこういう感じでそんなに流れが激しかったりはしないんですけども、昔は結構流れが急で水量も結構多かったと。でここがその流れが多くて落ちたらまず助からなかったみたいなことを言われてたということです。事故や受水自殺も多くて人食い川と呼ばれていたと。玉川女性はそのように言われていたと。で自殺も多くて太宰治が自殺したのも玉川上水だし、あとですね、先ほどのどんどん橋っていうのが舞台になっている自殺心中がありまして、昭和34年に、三姉妹心中事件が起こった。それであのどんどん橋は有名になったと。それがどういう事件かというと、もともと3姉妹じゃなくて4姉妹だったんですけども、まあ、母親が仕事先で男を作って家庭を顧みなくなったことに対して抗議の意味で自殺してしまったということらしいですけども、その長女の遺体がどんどん橋付近で発見され、実際に少女の目撃談に聞かれたと言われております。で日本の幽霊事件、小池武彦氏の書いたものによると、しかめ面して一点を見ている少女が川辺にいて振り返ってみたら少女の姿はすでに消えていたという話があったと。玉川上水周辺には他にもオーブが大量に映るとか、土手から手首だけが這い上がってくるとか、三輪車の子供に追いかけられるというような話があるという、その玉川上水沿いの道を今歩いております。まあ鬱蒼としてますね、かなりすごいな、木が植物すっごいな、マジで全然川辺とか見えないですね、もうね、草木がすごくて。あ、橋ありますね。長兵衛橋という橋ですね。あ、ここがあれか。なんでこんなところに祠がみたいな言ってたやつか。両側にあるのが面白いですよね。さて、それでは戻っていこうかなと思います。あ、こっちの方がうっそうとしてんな。はい、そんなわけでどんどん橋と玉川上水、ここがね
その三姉妹心中事件の長女がの遺体が流れ着いてしかめ面をした少女の霊が出ると言われているどんどん橋になります。そんなどんどん橋と玉川上水泊まりしてきました。